本日はご視聴いただきありがとうございます時間になりましたので関係を生み出すデザイン第2回トークイベントビジネス折り紙の可能性を始めます本日は東京ミッドタウンデザインハブ内の多摩美術大学タブよりお送りしております多摩美術大学はサービスデザインの創造的な開発ツールとして認知されている株式会社日立製作所 研究開発グループが開発したビジネス折り紙を販売することになりました多様なステークホルダーとの関係を可視化することで社会やビジネスにイノベーションを起こしていくためのツールですこれに合わせて本日はデザインやイノベーションの現場で活躍されている方々をお迎えしトークイベントを開催いたします 2月には第1回を開催しまして株式会社コンセントシニアサービスデザイナーの赤羽さんや株式会社インフォバーン取締役副社長の井上さんにご登壇いただきました今回は第2回目のトークとなっております YouTube では質問やコメントも随時受付中です最後の質疑応答の時間に取り上げますのでお気軽に書き込んでください感想などでも大丈夫です また、本日は会場にもお客様にお越しいただいております。ありがとうございます。それでは、ご答壇いただく皆様のご紹介です。えー、まず、左から、株式会社、日立製作所、研究開発グループ、社会イノベーション競争センター、主管デザイン長、ヘッドオブデザインの丸山幸信さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 それでは続きまして、株式会社リパブリック共同代表の市川文子さんです。よろしくお願いいたします。よろ,ますよろしくお願いします。それでは続きまして、多摩美術大学情報デザイン学科講師でデザインリサーチャーの新水順子先生です。よろしくお願いします。 本日は清水先生は、えー、オンラインでご参加いただいておりますちょっと今会場で音が出て,ていないような気がしましたがちょっと大丈夫ですかねちょっと後で確認してみましょうかあはいあ出ました失礼しましたでは先生ありがうございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。そして本日の進行は多摩美術大学統合デザイン学科教授の永井和文先生ですよろしくお願いします 以上、4名によりますトークセッションとなります。それでは早速、長井先生におつなぎしたいと思います。よろしくお願いします。えー、皆さん、こんにちは。うん 2> えー、第2回、関係を生み出すデザインということで、あの今日もちょっといろんな、えーうん、お話聞けたりですとか、いろんな話ができるかなと思ってて楽しみにしております。えー、っとまず、ちょっとちょっ,とかぶっちゃったんですけど、あの自己紹介からですね。<laughs> はい お願いしたいと思います,いいいますじゃ市川さんお願いしますはい、はいえー、ご紹介に預かりましたリバブリックの市川といいますどうぞよろしくお願いいたしますあのー、そうですね,ですねえっと、まあ弊社はですね,、まあ、ですねマシンカードトゥタンクというふうに、えー、言ってですね振り返ると実はもうあの弊社創業して10年に <laughs> 10年目になりました あの、その間ですね、まあ、本当にいろんな地域、あの、県の場合もあれば、あまあ市町村というか、まあ、あの、市などもあるんですけれども、まあ、関わらせていただく中で、 えーま、地域の中で、ま、どういうステークホルダーがいてどう,いう人たちと一緒にこう関係を作っていくのかということが、ま、何を差し置いてもすごくグリティカルだったなというふうに思っています今日はちょっとそういう視点とあのまあシンクとドゥということなので地域の実践もあるんですけど、えっと、一方で、まあ、どういうことが、まあ、世界の地域の中でも起きているかというような視点を少し持ち込めたらなというふうに思っていますし、えー、ビジネス折り紙ここまではたくさんあの 活用を勝手にさせていただいておりましたので、えちょっとその辺のお話もできればと思っています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、そうしましたら清水さんお願いします。ちょっとなんかミュートになってるっぽいですね。ね おっと、こうですね。失礼しました。えっと、今日はオンラインで参加しております。よろしくお願いします。えー、多摩美術大学情報デザインコースで、えー、インタラクションデザインを教えておりまして、で、自分の活動の方では、あの、様々な話し合いの場に出向いて、議論をリアルタイムに可視化するグラフィックレコーディングについて研究しております。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 そうしましたら、丸山さん、お願いします。あ,あのー、丸山といいますえ。日立製作所の研究開発グループで、まあ、デザインをえやっております、えー、丸山です。えー、まあ、あの、今日、えー、一緒にご登壇いただく、えー、ふみさんとは、創業前からの中ということで、えー、一緒に仕事をさせていただく中で、まあ、私が使ってきた、えー、この、 折り紙みたいなことももちろんそうですしデザインリサーチのやり方みたいなことも交換しながらやってきましたまそういうご縁もあり今日一緒にお話できることを大変楽しみにしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそうしましたらですねこれがあの今日の段取りなんですけれども それぞれ、まず、あの、10分ぐらいずつですね、あの、ご用意いただいた、えっ、ー、と、資料をもとにお話しいただいて、まあ、そこから、サービスデザインですとか、ビジネス折り紙ですとかの、その可能性っていうことを、まあ、あの、3人でディスカッション、えー、まあ、4人ですね、え、で、できればいいかなというふうに考えています。で、一番最後、ちょっと、あの、告知もありまして、最後まとめで、で、ちょっと時間があれば、あの、Q、Q&A の時間も、あの、少し取りたいなというふうに考えております。 それではですね。あ、で、一番最初にちょっと趣旨説明っていうこともあるんですが、あの、まあ、実はその関係のデザインっていうこと自体、あの、冒頭で、あの、少し、あの、紹介があったと思うんですが、えー、玉井市大学でですね、ビジネス折り紙っていうことを販売することになりまして、まあ、それの、えっ、ー、と、関連イベントです。で、まず、えっ、ー、と、ビジネス折り紙についてですね、あの、会場の方 <laughs>、中心でいいと思うんですけども、知っている方、手を挙げていただいてよろしいですか 5分の3ぐらいですね。はい。<laughs> よかったです。でも5分の2の方はちょっと知らないで今日あの来られているので、ぜ、ま、ひ、あ、ビジネス折り紙のその可能性についてですね、あの少し知っていただければっていうふうに思います。で、もの自体は、えー、とこのようなものなんですけれども、えっ、ー、とど、どうしましょうか。丸山さん、ちょっと軽く <laughs> 説明いただいていいですか申し訳ないです。はい。えーと ああたすいません。ちょっと場のコンディションに不慣れで <laughs>。えっと、プロダクトデザインだったら、えー、ケミカルブロックを削る、まあ機能、えー、ブロックを削ったりするし、インタラクションデザインっていうものが、まあ立ち上がってきた頃は、最初の頃は、あの、ハイパーカードっていうのを使ってましたけど、まあいろんな、その、まあなん,ていうんですかね、アニメーションのツールとかを使って、えー、体験を試すことができました。で、サービスって、まあその体験、えー、生み出すものを、えー、まあ。 プロトタイプすることができないから、えー、議論がなかなかこう盛り上がっていかないっていうところもありまして、えー、ちょうど2006年になりますけれど、当時サービスのデザインっていうものをこれから立ち上げようと、えー、自分もんで思ったときに、えー、自分の名刺を塗りつぶして作ったっていうのが、まあこのツールになります。えー、まあちょっとここはあれですね、大学、あの、あえっと、デザインスクールの、えー、多摩美術大学 TCL で、えー 教えさせていいいたただの、まあ例の例一つでですすよねねはい、そう新しいアイデアを考える時のツールということで、はい、認知いただければなと思います。であの、まあ、サービスデザインの,あの一つの、えっと、手法なんですけれどもあの、まあ、世界的にもですね実は知られていて、えー、そのサービスデザインの実践という本で扱われてたりですとか比較的これは最近出た本なんですけれどもサービスデザインの発想法っていうところでもあの詳しくえー あの描かれているのでまあもしあのご関心のある方はぜひ手に取っていただければっていうふうに思います。でそうですね今もちょっとお話あったんですけども多摩市大学はですね TCL という社会人向けのプログラムをあのおととしぐらいから始めてるんですけども、まあ、そこであの丸山さんにもあの来ていただいてですねそこでビジネス折り紙の、えっと、レクチャーと実践っていうことを、えー、いろいろあのやっていただいて。 で、その経緯の中でですね、あの、まあ、これはもう門外不出というか、基本的には外にあの売ってないものだったんですけども、えー、ぜひ、あの、これをこう TCL にも、あの、きちんと譲ってほしいっていうことがきっかけでですね、そこからま、話が進展しまして、えー、マリエマさんの方でもですね、まあ、そうやって、あの、えー、外にどんどん広げていくその機会を一緒に作ればなという、えー、賛同いただいてですね、今に至ったということになっています。 で、えー、っと、まあ、あの、今日はですね、あの、一回目っていうのはかなり、こう、ビジネス折り紙にあの特化した話に集中したんですけれどもあの、今日はもう少し広く、あの、関係のデザインっていうところでいろんなディスカッションができればなっていうふうに思っています。ただ、あの、きっかけ自体はね、もちろん、あの、ビジネス折り紙を、あの、少しでも多くの方に知っていただいて、まあ、できれば買っていただきたいということも含めての、えっと、イベントですので、後半そこら辺にも少しちょっと触れれば、触れられればなっていうふうに考えています。 そうしましたら、まずご用意いただいたスライドがそれぞれあるので、そこからお話を始められればというふうに思っています。じゃあ、まず市川さん、お願いします。 長井先生にめくらせてしまうっていうか、<laughs> 大丈夫でしか <laughs> ちょっとバチが当たりそうですが <laughs>。はい。よろしくお願いします、えー。改めまして市川です。あの、先ほどもちょっと地域に向き合うという話をさせていただいたんですけれども、もう本当にあの、もうちょっと関係のデザインっていうのはおこがましいなと思って、あの、リデ,デザインというふうにちょっとこう勝手につけさせてい 地域に向き合っていると本当に関係性の中でいろんなこう波及効果があってえいろんなことが起きていくので、えー、まさに関係のデザインこそがあの肝だなというふうに思っていつもやっています。次にお願いしていいしてですか で、あの、まあ、関係のデザインってお題をいただいて、3つぐらい視点がまずあるなというふうに思っていて、えっと、それを先に書いていて、これをちょっとこう、詳しくお話をするということに10分を使っていきたいかなと思っています。あの、一つはですね、まあ、ビジネス折り紙っていうと、ついあの、折り紙の方にみんな気がいっちゃうんですけど、結構ビジネスの本質が変わってきているのがこの10年、15年ぐらいかなというふうに思うので、そこをちょっとこう、まずは抑えてお話をできればなというふうに思っています。 でその次なんですけれどもあの、まあ、プロダクトかサービスか、あるいはそのコンビネーションで PSS かみたいなこう、プロダクトサービスシステムかみたいな、こういろんなキーワードがあるんですけれども、まああの、実は本質的にやっぱり今やらなくてはいけないのはです、ねまあ、システムを考えることかなというふうに思っていて、まあ、それらを統合した上で何ができるかというシステムのデザインという観点を大事にしましょうというようなあお話ができたらなというふうに思っています。で最後にあの共にに共作るるというふうふあるんですけど あの、まあ、本当にプロセスもですし、実装の部分ででもですね、まあ、本当にもう競争をなくしては、今のサービスもプロダクトも語れないなというふうに思っていて、そのちょっとこう事例も踏まえてお話ができたらと思っています。で、一つ目がこのビジネスの変化ということなんですけれども、次に行っていただいて。あの、まあ、共に、 作るという話を今したんですけれども、まあ、競争というとですね、まあ、これ10年、20年ぐらい振り返ると、実は、あの、違う感じの競争の方が多分一般的だったかなというふうに思っています。この本自体は、あの、1970年代後半に出た、あまあ、ハーバード大学のですね、マイケル・ポーターが、まあ、皆さんもお読みになっている方多いかなと思うんですけれども、競争の戦略っていう本なんですよね。 で、あのー、まあ、えー、基本的には企業というのはですね、いかにして自分たちが他者とか競合他社に対してですね、まあ、競合優位性を、きょまあ、持つか。 競争の優位性を持つかというところが、まあ実は非常に要だったっていうのがもう本当にこれまでの、まあ、ビジネスのやり方かなというふうに思います。で、あのフレームワークも使ったことがある方をご存知かと思うんですけど、どういう人が入ってくるかなとか、どういう技術に優位性があるかなとかっていうことを探求してきたっていうのが、まあ今までの一般的なビジネスのあり方かなと思っています。で、次見ていただくと。 であのそれでもです、ね、ある程度機能してきたと思うんですね、つまりどれだけたくさん広く自分たちが作ったいい商品とかサービスっていうのを普及するかというような文脈って今まであって、ま,あ、まさにあの日本の企業っていうのはまあ水道哲学みたいなお話もパナソニックさんありますけど、どうやってみんながこうそれによって暮らしが豊かになるかという文脈ってとても大事だったと思うんですね。 ただあの、まあ、本当にある種こう、ハッとさせられるというのは、ま、2011年にあった、ま、オキパイ運動なんですけれども、まあ、ここでやっぱり訴えられたことっていうのは、まあ、所得上位1%になか都が集中しているぞと。 これはどういうことなんだってことを、ま、訴えかけた、ま、運動だったんですよね。これ自体の引き金っていうのは、まあ、リーマンショックの後にたくさん金融の会社が倒産したんだけども、そこに対してさらに税制を優遇して、よくしてきま、あの、彼らがもう、あの、破綻しないようにしましょうということに対して、まあ人、人々が立ち上がったというような経緯があったんですけれども、こういうきっかけもあったなと思っています。で、あの、えっ、ー、と、次行っていただいちゃおうかな。すいません。はい。で、まあ、 考えてみるとですね、これまでってやっぱりそのビジョンが会社の起点だったと思いますね。で、やっぱり会社としてどこに行くかという意味では、まあ、自分たちがどっちに向かっていくのかというこう船があったと思うんですけど、まあ、最近あのパーパスみたいな言い方もあると思うんですけど、もっともっとこう社会的にこう大きな意味を持つ、えっとこう船、大きな船を自分たちであのこう作ったとするならば、まあそこにどれだけたくさんの人たちと一緒に乗っかっていって、 まあ実際にそこはもう三人称なんですよね。私たちがどこに行くかというだけじゃなくて、まあどんな社会があったらいいかというような大きな船をこう漕ぎ出すということがですね、今大事になってきているかなというふうに思っています。はい。で、 して2のシステムのデザインということなんですけれども、あの、そうなってくるとですね、本当にこう、今までだったら全く分野が異なるとか、もう全然関わりのなかった会社みたいなものが一緒に、まあ実際に私も地域の中で見てきたなと思うんですけれども、で、これをなぜ必要なのかっていうもう一つの文脈があるなと思っています。これちょっと見えづらいですかね。これご覧になったことありますかこの写真。 2017年ぐらいに大きな話題になったんですけど、これはあの、すごくね、綺麗でね、あの、透明から見たらとってもあの、楽しいんですけど、実はあの、これ廃棄された中国で自転車なんですね。あの、中国のスタートアップ、まあ、あの、割と法の規制とかっていうのもなかったので、まあ、本当にさ、まさに競争優位性で、たくさんの会社がたくさんの、こう、まあ、一社あたり数百万台というようなあ自転車を作りますと。で、まあ、あの、一社だけ残るとなるとですね、 数百万から数千万のまあ自転車がほぼ新しい新品の状態で廃棄されるっていうような事態が起きました。であのこれなんでこんなことが起きちゃったかなっていうふうに考えますと、まあ、単体の組織の理屈でやっぱりイノベーションを起こすっていうことがまあこの時代そのうまくうまく行けば。 えー、一つの大事なリソース、一つのプロダクトをみんなでシェアするということで、より効率的に回るんですけれども、やっぱりこう仕組みとかシステムみたいな観点がないと、まあ、私たちこう便利なんで、スマホでこうペッペッペッってやっちゃうと、すぐ何でも頼めてっていうふうに、自分と利便性とその会社だけを見ていると、それはそれで成立してしまうんですよね。ところが、あの、さっきの自転車のもそうなんですけれども、 あの、シェアサービスみたいに、ウーバーとかリフトとかっていうのが出てきて、何が起きたかっていうと、実はあの、ニューヨークとかサンフランシスコとかは、あの、交通量が増えて渋滞も増えちゃって、あの、実は時速が減あの、平均的な時速が、あの、24時間どこでもですね、下がったっていう <laughs>、あの、記録があるんですね。なので、やっぱりこう、見ていくと、ま、社会システム全体みたいなところを見るってことが非常に大事になってるかなっていうふうには思っています。はい。 さあ、急がないともう10分が過ぎそうです <laughs>。あの、で、あの、 これは、うちの会社の中で今、よく議論していることなんですけれども、ああ本当に単体のプロダクトのプロフィットを担保するという意味では、今までビジネスモデルという言い方をすごくよくしていたと思うんですけど、どうやらそういうことじゃなくて、複数のステークホルダーがまあどうやって主体的に関わるんだっけとか、なんで参加したいと思うんだっけ、この仕組みにっていうま、まさにベネフィットが生まれるこうビジネスエコロジーみたいなどうやって作るんだっけとっいう視点がとっても大事かなというふうに思っています。 で、最後の共に作るという視点でいくと、結構いろんな面白い事例があるんですが、えー、ちょっと次いっちゃいましょうか。はい、はい、ありがとうございます。これ、はのスウェーデンのですね、実はイノベーション庁のビノバーというところが作っているストリートムーブスというプロジェクトで、あの通称1分都市ということで、この1、2年ぐらい大変話題になりました。 で、あの、自分たちの最も身近なパブリックスペースってどこなんだっけっ,った目の前の道路だよねってことになって、まあそこにこう、まあある種ですね、まあ住んだり、あるいは通っているとかっていう保育園児とか小学生とかですね、まあ市民がまあここに何を置きたいかということを考えるっていうようなことをやっていたんですね。はい、次行っていただいて。まあ、こんな感じでパーツが あってですね、あの、スウェーデンの国産材を使うというふうに、まあ、ある程度朽ちていくということで、まあ、有機的にプロトタイプを促すみたいなことをやっていました。はい。で、これ一分年ってなってるんですけど、こういうふうにね、あの、左は保育園児が考えてるの、下にこう、ちょっとこう、ソフトなマットレスがあって、で、右側は、えー、まあ、バイクが止められたり、スクーターが止められたりみたいなデザインになってるんですよね。で、これ、ステークホルダーだれってなって、うん、子供たちかなとか、市役所かなと思うと思うんですけど、次を見ていただくと、 このくらい、ステークホルダーダがいっぱいいるんですよね。あの、国もそうですし、広域、基礎自治体とか、たくさんのこう人たちがいて、まあ、こう,いう人たちがこう、関わることで、まあ、まあ、いろんなことが起きると。つまり、あの、プロセスの中でこう,いう人たちが交わってですね、あの、行くってことが結構大事だな、というふうに感じています。で、もう一個図がありまして、 普通あの道路をハックするってなると交通課のお仕事ですって言ってこうめちゃくちゃこう一対一で物とサービスの主体者みたいに結びついてるんですけどあのこういうふうに暮らし側で行くと実はあの道路って物が運ばれていたり子どもたちが遊んでボール遊ビあったりとかまああとはこう売りされてたりまあうまく使うと芸術文化のなんかパブリックスペースみたいになったりしますよねいろんなことが起きているので暮らしの視点で見ると 一個、交通化だけが関わるはずがないということなんですよね。で、暮らしの視点でこういうふうに多義的に見ると、実はすごくステークホルダーがあると。なので、多分ビジネス折り紙をするときもそうだと思うんですけど、うん、ステークホルダー。買う人、作る人、<laughs> なんかデザインする人とかですね。結構みんなステークホルダー画を書き出すときに、うん、言っちゃうんですけど。 こういうふうに暮らしの起点で考えると、まあ、無人像に実はステークホルダーっていて、まあ、こういう人たちと関わっていくってこともツールの中で大事かなというふうに思っています。すっ飛ばしていきますと。はい。オランダでこういうプレイダーシティーって、これオランダの市役所の人たちがやってるんですけどね。これ、あの、ある土地の中で、こう、まあ、電力をどういうふうに供給するかということで、風力とかを考えたりしてるんですけど、これも非常に立体的な仕組みになってます。で、次見ていただく。これ、もう一個大事な仕掛けがあって、あの、 ロールプレイすするんですよね私電力会社とか私市長とかですねその時に一回自分があの誰かになってみるって言うんですねでこれやっていくと次見ていただくと元の写真に戻るんですけどあのボードの方じゃなくて。 結構周りにいる人たちの会話が大事だよねというのがオランダの方たちから教えてくださったこと一応ルールがあって順番にこう、えー、お金を取引したりビジネスのやり取りしたりするんですけど、まあ、実はこの,あのフリーライフリーでこうあの対話をするっていう時間をしているとそこでものすごい盛り上がるとなるほどあなたの言ってることも一理あるねと言ってこう異なるステークホルダーが理解をしだすっていう話をしていて、まあ、そういう意味では実はですねいろんなステークホルダーを引っ張り出すっていう周りの そのプレイヤーを考えるってことも結構大事な仕掛けかなというふうに感じています。はい。なのでちょっとこう長くなってしまったんですけど、まあそういうふうにですね、あの、実際にどんどんこう競争の場を作る、あとプロセスの中でですね、えっと、関わる人を増やすってことも非常に大事かなと思っていまして、できればあのビジネス折り紙をするステークホルダーも、あの、いろんな人を引っ張り出すことが大事なんじゃないかなと。 そこから生まれてくるあの実践みたいなものもあるのかなというふうに思っています。はいじゃあちょっとょここで、あこれの、うちが今、鹿児島の薩摩川内日までうまでサーキュラー展というのをやってたんですけれども、はい、丸山さんにもいらしていただいて、ありがとうございました。はい、ちょっとそんな感じで3つほど視点を整理させていただきました。長くなりましたが、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうしましたら、続いて、新さん、お願いします。 はい、こんにちは。聞こえますでしょうかはい、よろしくお願いします。えますはい。では、清水のプレゼン始めさせていただきます。えっ、ー、と、永井さんにプレゼン送りをお願いしてしまいますが、えー、次、どうぞ。はいで。私なんですけども、えっ、ー、と、清水と言います。で、グラフィックレコーディングという活動をしているんですね。 で、それがどういうことかっていうと、ちょっと次のスライドだったりの写真に載ってるんですが、えー、っと、次に行っていただいて、えー、っと、はい、このような図になるんですけども、まあ、何を書くかというと、人の声を書きます。まあ、人が話してるときの声って、まあ、消えちゃうんじゃないですか。それをリアルタイムで描き出すと、まあ、その、 消えちゃう声が、まあ、その場でリアルタイムで描かれることで、見てる人たちは、あ、こういうこと話されてるんだってのを、まあ、理解できたりだとか、逆に、あ、今そういうこと言ってないと思う。私はこう思ったって自分の中の本音が引き出されるっていうようなことができますで。具体的には次の絵に行っていただいて、はい、こんな感じだったり、または次のページの、えー、こんな感じだったり、または次のページのこんな感じだったりなんですけども、 まあ一人でこう描いてる絵がどうしても目立ってしまうんですけども、大事なのはまあ次のページの、やっぱりこう出来上がったものを見て、まあ、自分の中にどんな本音があるか、実は気になってたところがどういうところなのかっていうのを語り合う時間ですね。でちょっと次のページに行っていただいて、はい。で私がやってる 研究っていうのは、まあ、やっぱ見えないものをまずは見えるようにしようと。そうすると人は何かに気づいて本音が言いやすくなるという、まあ、すごくシンプルなこの3つなんですけども、どうしても大人っていうのは会議に出るときに議事録を取るっていうことは一般的なんですけども、絵を描くっていうのはなかなかやらない行為だったり、まあ、なんだったらこう文字が苦手だから絵を描いてる人はちょっとなんか頭が悪いんじゃないかみたいなムードすら出てきてしまうというか、なんか変な感じがあります。 ますよね、でも私たちは時刻表だったり地図だったりを文字で見たりはしません。で、やっぱり人間なのでビジュアルでコミュニケーションした方が早いことっていうのは あって、で、それはもちろんビジネスの現場でもたくさんあるんですけども、なかなかそうはなってないっていうのが面白いところで、この活動で、どうしてビジュアルでコミュニケーションするってことを大人がもっとスマートにできないか、どうしたらできるようになるかっていうところを研究しています。で、ちょっと次のところに行っていただいて、で、なんでこんなことを思うようになったかっていうところなんですけども、次のところに行っていただいて、まあ、私デザイナーではあるんですけども、 新しいものを作るイノベーションが起きる現場によくいますで。そうするとデザイナーだけじゃなくてデータを見る人とか編集する人とか市民だったりいろんな人が集まってきます。いわゆるダイバーシティっていう言葉ですよね。でもう次のページに行っていただきつつ、 また次に行っていただいて。で、ダイバーシティがある現場っていうのはすごく物事がたくさん新しいものが生まれやすいっていう研究結果もたくさんあるんですけども、同時にぶつかり合いもすごく生まれてしまうと。で、そうなった時に皆さんはいつもどうしますかで、私はあんまり言葉がうまくないので、ちょっと次のページに行っていただいて。はい。で、そのぶつかっているその状況そのものの声を ビジュアライズするっていうことをやったんですね。で、そしたら、まあ、結構うまくいったと。ちょっと次のページに行っていただき。はい。で、物事がうまくいっていないときに、そのありのままの何がうまくいっていないのかっていうシステムそのものを描き出していくと、まあ、人はやっぱり、なんだろう、隣にいる人がなんだかわからずやだからうまくいかないんじゃなくて、ここにも問題があるからってことで、 全員が仲間になれるんですね。で、その効果がもうすごく面白いなということで、この研究をしています。で、次に行っていただいて、で、もうただ一般的なグラフィックデザインとやってることは違うんですね。で、私は何をやってるかというと、えっ、ー、と、次のページに行っていただいて、まあこう、ある人とある人の間に、まあいろんな情報があるというところで、えっ、ー、と、次のページに行っていただいて、 で、まあ、その、情報を、ま、その場で伝わせていくんですけども、やっぱそれは目に見えないものが多いと。で、それをリアルタイムで描き出してつなげていくというタイプのデザインです。次のページに入って。 で、先ほど市川さんからプレゼンがあったように、まあ今本当に世の中複雑にはなっているんですけども、その最小単位で言うとやっぱ何かと何かの間っていうところがあるかなと思います。でその何かと何かの間っていうものを、まあ、よくよく洞察して、まあそこに何があるかというとちょっと霊能力者みたいになってきて嫌だなと思うんですけど、でも実際にやっぱり人と人の間、ものとものと間、町と町の間には情報が行き交っている。 で、それについて、まあ、ビジュアライズしていくっていう仕事が必要なんじゃないかってことを感じて、日々活動しています。で、ちょっと次のエンタンです。はい。で、まあ、情報デザインコースでは、まあ、そういった目に見えない音だったり、うん、振動だったり、温度だったり、まあ、その、情報になる前のいろんな目に見えないものを取り扱っております。で、ちょっと下に行っていただいて、で、まあ、本当に、 好きな場所いろんなものに物事が及ぶんですけども、私の中では、まあその間の研究ということで、縦の間。 まあなんか上下関係だったり縦の間であるいは友達同士とかいろんな部署同士の横の間もありますし今もおそらく私はズームですけど皆さん現場にいてこうメディア環境の間スマホで見てる方もいるし大きな画面で見てる方もいるまあそれでいろんな差が出てしまうでしょうであとは言葉の間外国語だったり手話だったり展示だったりで最後は指標の間で ま、定量的に測れる、こうビジネス的な指標と、まあそうじゃなくて定性的に測れる、そのワンクリックが本当に気持ちよくてクリックしたものなのかだとか、本当にいろんな間が複雑に絡み合っているって時に、まああの、一般的なグラフィックデザインと私がやってるグラフィックデザインっていうのは、まあ見た目的にはすごく手書きのものですごく緩く見えるわけなんですけども、まあそこ、 で、どういう共通点があってどう違うのかなって思ったものを最後にお伝えして、このプレゼンを終わります。次のページに行っていただいて、あ、で、次のページに行っていただいて、すみません。ページ送りをしていただく前提で作ってなかったので、激しくページ送りをさせていただいておりますが。はい。で、こちらですね、えー。今日一番大事だなと思ってる図としてこれなんですけども、ビジネス折り紙にも共通するものなんですけども、あの、私たちデザイナーというのは、 まあこう質の高いイメージを作って伝達力がより速かったりより多くの人に強い感動を届けるっていう技術をあの学んできていますで。大学でもそういったことをたくさん教えているんですけども、まあ、ビジネス折り紙だったり市川さんがやってらっしゃることだったり清水がやってることだったり丸山さんがやってることだったりっていうのは何だろうなこうすごくシンボリックなものを集中して。 一人のプロが作るというよりはみんなが思っていることを、まあ、その場でビジュアライズしていけるというような場所でイメージとしてはこうプロが作るすごく伝統的なグラフィックっていうのはこうスピーカーとして広く告げるよう,なような役割があるかもなんですけども。 多分こういったビジネス折り紙だったり、グラフィックレコーディングだったりとか、まあ、そのコデザインの場を現場を支えるためのグラフィックということで、まあ、こうステージのようにみんなでそこで話せるような、ちょっとこう、前にこう伝えるというより、こう、下からホールドするようなグラフィックっていうのが、すごく重要になってくるんじゃないかなっていうのは感じていますで。どうしたらそのステージとしてのグラフィックが作れるかというところで、最後5つお話しして終わりますが、 はい。一つ目、誰でもアクセスできるような状態にするというところですね。情報を包み隠さず。で、二つ目、えー、選別しないけど整理するというところで、まあ、プロのグラフィックっていうのをう選んで選んでいくわけなんですけども、まあ、こうみんなで話す場では、まあ、選ぶ前に一回並べてみようみたいなところが大事になるんじゃないかなと。 で、三つ目なんですけども、やっぱりこう、舞台裏は見せないで完成だけ見せるっていうのが今までやっぱり大事だったと思うんですけども、そうじゃなくて意味が出来上がる瞬間をみんなで共有するっていうところが大事なんだろうなと。で、四つ目が、まあ、これデザイナーが絶対にやっちゃいけないことだって教わってるんですけども、そうじゃなくて、こういったみんなで作る場では、未完成だったり、ちょっと余白があるぐらいの方がみんなで話しやすくなるんじゃないかなと。 で、最後、五つ目なんですけども、これも多分プロとしてやっちゃいけないことで、やっぱりデザインはどう使うかまで指示しなきゃいけないって思ってたんですけど、でもこうみんなで作る場合では逆で、道具として、まあ、これってもしかしたらこんな風に使えるんじゃないかなって話すことで、参加者が自分ごとになったり巻き込まれたりするっていうところで感じています。で、まあ、こういった五つのルール、 自分ではちょっと守りながらやっているところがありまして、でもこういったところはもしかしたら今あまり、なんだろうな、グラフィックデザインやってる人たちがあまり見てない分野かもしれないなと思いながら、このみんなで話すためのツールとしてのグラフィックっていうところ可能性感じています。で、最後2枚になりますが、こういった何か一人のプロが上手なものを作るんじゃなくて、まあ、みんなが思っていることを こう、気軽な方法でビジュアライズできると、まあ、シェルモードって名付けてるんですけども、まあ何かと何かが、こう、貝のようにぶつかってしまうっていう状態から、あ、本当に最後の一枚です。はい。あの、リボーダーモードと名付けているんですけども、次のページに行っていただいて、はい。最後のページで、あ、最後、次のページですね。はい。えっ、ー、と、参加者それぞれは主体性を持って、 既存の関係性の表現を引き直そうとする状態ということで、なんか緩やかに関係性を構築する状態が生まれるんじゃないかなといったことを研究しています。で、今回はグラフィックレコーディングの話してビジネス折り紙の話しましたが、もしかしたらもっともっといろんなね、こう伝え方のデザインっていうのはあるかもしれないなと思っています。というところで以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 それでは最後、丸山さんお願いします。はい、丸山です。もう、なんか、お二人の話を聞きながら、本題に入った方がいいんじゃないかって、ちょっと思い始めてはいるんですけど。あえて、ちょっと、あんまり、こう、かぶせないで。あの、皆さんの中で、こう、もやもやしてもらうために、私の、じゃ、内容。そのまま、いきたいなと思います。はい。えっと。に私、こういうオフィスに勤めてますっていう、ので、えー、QR コード撮影していただくと、あの、オフィスの。 中をドローンが飛び抜けていく通り抜けていく映像がありますのではい、でちょっと何をあそもそも僕があのビジネス折り紙っていうのをあの突然思いついたんじゃなくて、えー、まあいろんなもののその何ですかね仕事をしていく中で、えー、新しい関係の中で仕事をしたり新しい関係そのものを生み出したりっていうことをまあ 関わってきて、まあ、実際に今やってることはかなり、ふみこさんがやってるところに近かったり、清水先生がやってるような、えー、手法も自分でも使ってはいくんですが、ちょっと軽く私のビジネスキャリアになぞりながら、何の関係を君は、あの、デザインしてきたり、どういう関係の中でデザインしてきたかってことをちょっとだけ話します。えー、まあ、キャリア10年目ぐらいの頃だったと思うんですけど、えー、パソコンのデザインとかを、まあ、最初はあの、ラジカセとか、そういう、まさに自分が、 作り、作るべきだ。お客様に届けたいみたいなものを作ってるような、えー、10年間ぐらいだったんですけど、まあこの頃から、あの、ちゃんとそのデザインリサーチをして、まあ2000年頃ですよね。あの、デザインリサーチをして、それで、えー、お客様とかがこう求めるものをこう作っていく。で、開発者とユーザーっていうものがもっとこう近づいていくみたいなことが大事になって、えー まあ統合的な、まあ、調査設計からその最後のアウトプットのデザインまでやるようなところをまあやってたりしました。はい。で、次、まあもうちょっと進んでくるとですね、その自分たちのその、えー、事業をやっている仲間とそれをやっているだけじゃなくて、もっとその学際的にやらないと問題解けないよねと。えー、前の 数年前、これの数年前ぐらいは、その事業部の人と、え、ユーザーと、ま、設計者と、ま、我々が一緒に考えていくっていう単位だった気がするんですけど、やっぱりちょっと話が2000年ぐらい、ま、情報社会になってきてから、話難しくなってきて、で、これ、工学の研究者だけが、あの、効率的なものを作ったり、新しいものを作ったりするっていうのはダメだよね、と。 で、社会に入った時にどうなるのっていうので、えー、人文社会科学者っていうものを、えー、入ってもらわなきゃいけないよねってことで、えー、やるようになってきました。で、それのまあブリッジみたいなことを、まあ、私がして、 この時にまあ中間の媒介物となってたのは割とこうモックアップだったりあのそのユースケースというか物語だったりしてこの時は小説を書いたりそこに登場する一つの人工物としてのプロダクトをやってこうみんなを触発するみたいなことをまあやっていました。 で、その次なんですけど、まあ、まあ、まさに昨日9、えー、まあ3.11でしたけれど、えー、2011年の頃ですね、この、まあ、震災起こった頃にやってたのが、えー、この、 えー、東日本大震災で起こったことをいかにしてその記録し、えー、避難所ってそもそもどうあるべきだったのかってことを、えー、探索するようなことを、えー、仙台市様と、まあ、我々、そのデザインのチームとかですね、えー、事業部のチームと一緒にやりました。で、この時に、えー、繋いでいた関係性っていうのは、えー、避難をした人たち、それと、えー、避難を支えて、自分もあの、 被災者なのに支えてきた自治体の方。で、その、えー、県外にいた、域外にいたボランティアの人たちっていう、えー、その関係性をいかにして見直していくのかっていうようなことをやってまして、えー、一見普通のカスタマージャーニーマップのようにまあ見えるんですけど、まあこれは、その時、六、えー、6つのタイプの違う、もう完全に流されてしまった避難所のところであったり、あとは意外に堅牢な え、建物の中に残った避難所。まあ、こういうものを比較したりしながら、実はその自治体も消防署の方も、一元して見たことがなかった避難所の姿を全部見える化をして、で、それを共有し、これからどういう避難所を作るべきかっていうホワイトペーパーの原案みたいなものを一緒に作った時です。 で、次はですね、さっきのオランダの例に非常に近いんですけど、え、まあ、イギリスの離島であったり、マウイ島だったり、まあ、いろんなところで、そのスマートシティプロジェクトっていうのがまあ行われた時に、え、まあ、私は、この時の、まあ、全体の、さっきで言うところの、まあ、システムのデザイン、サービス、タッチポイントのサービスのデザイン、実際のプロダクトみたいなことをえデザインする、まあ、 えー、まあ、ディレクターをやっていました。で、この時に、えー、繋いでいたものっていうのは、えー、先ほどの、えー、オランダの事例のようにですね、実際ここでも、まあ、ビジネス折り紙のワークショップみたいなことをやったこともあるんですけれど、えー、参加者の人たちが、そのエネルギーの、エネルギー庁の人だったり、えー、地元の、えー、地方自治体の方だったり、 実際その市民活動のリーダーだったり、そういう人たちと一緒にですね、ビジネスオリガンみたいなことをやって、複数の企業がその中に参加していくということも含めて、まあなん,んですかね、デザインプロセスの中にみんなが入ってくるようなことをやり、で、当事者的な発言もあれば、当事者を知る専門家としての発言もあったりしながらやってきました。はい。で、まあ、 これは当然その今までの中でもビジネス折り紙使われてきたんですけど、最近あの永井先生とお話しさせていただいているのは、あの、この人たちを要するにデザイナーにしていくようなことをする、えー、べきなんじゃないかってことで、まあいわゆるデザイナー、あのクリエイティブと自称してる人、<laughs> ないし、まあデザイナーですよね。えー、っていう人たちと、まだそうでもない っていう、その学ぶ学生だったり、あとは、本来別にクリエイティブなことを、職種にしてないけれど、ユーザーとして語るべき人だったり、その、要するにノンデザイナーという非常にこう、裾野の広い人たちとのコミュニケーションをする意味でビジネス折り紙が使えるかもねってことで、まあ今回みたいなイベントがあり、え清水先生の領域では非常に近いご関心なのかなとは思いますが、えー、まあこういうことを今、えやってきております。まあ10年ぐらいですかね。はい。15年か。 で、えー、その、なん,ていうんですかね、ノンデザイナーってことに関して言えば、まあ、経産省の方で、えー、進められているコードデザイン人材、えー、みたいな人たちが、要するに、えー、デザイナーの中にも入ってくる、創造的な人の中に入ってくるっていう意味で、まあ、こういうものをご参照いただくと、あ、こういう人たちがデザイナーになってくるので、と。で、答えが明確でない問題に、その人や社会をよく見る態度とか、創造的な、えー、思考行動で共同して立ち向かうってことが今求められていて、で、 こういう人たちが集う場にビジネスオリガミ使われたらいいなと思っています。はい。はい。以上になりますね。はい。ありがとうございます、えー。そうしましたらですね、あの、3、三人の今のお話から、あの、少し、ええー、と、サービスデザイン全体ですとか、まあ、そこで出た論点について話していきたいなという,う思うんですけれども、えー、まず、えっ、ー、と、市川さんの あの、いわゆる、こう、ビジョン型から、そのパーパス型になったことによって、まあ、ある意味、大きな意味での、こう、企業価値っていうことよりは、社会価値みたいなところをこ目指すようになったときに、うん、まあ、そこに関わるステークホルダーっていうのが非常にこう増えていくっていう話と、うん、まあ、あの、パブリックサービスの場合は、当然ね、関わる人って、あの非常に多いと思うんですけど、それは一企業でも逆に関わる人が増えていくっていう話なのかなと思ったんですが、そこら辺はいかがですかそうですね。うん、あの、 1、えっと、一つ、行政の話でオランダの方がちょっとこ,うこぼれ話的に言ってたのはあの今、自分たちがどれだけの資本を持っているかということで意思決定をしちゃうとあの本質的に本当はみんなどういう未来にしたいのかとかどういう都市にしたいかということを洗い出せないって言ってたんですね。例えば僕はははマンンションに住んでいるるととそうすると本当は自分は 太陽光で <laughs> 集めたあのサステナブルな電力をしたいしできれば歩いてあらゆる屋根につけたいけど僕にはその権利がないと。で、権利がないと本当はそうが,そがいいと思っているというチョイスが欲しいなと思っているけどそれを口に出せないんですよね。だけど仮にああいう,こうビジネス折り紙でもそうですけどあの彼らがやってたゲームも仮にあなたはどうなんだというと一気に参加できるステークホルダーって増えていく。やっぱりあの その人が今どういうステークホルダーなのかという以上に、その人がどういうふうになったらいいなということを話す権利を持たせるっていう意味では、ものすごくやっぱり可能性があると思っているし、まあ、あの、それはたまたまパブリックな事例だったんだけれども、まあ、企業に関しても同じだなとは思ってるんですね。実はあの、えっと、広島で、あの、酪農家さんで、 えっと、まあ、雪という場所でですね、あの、放牧をしたいというふうに望んでらっしゃる方がいて、で、隣でですね、椅子を作ってるんですね。この椅子を作ってる会社って皆さんもよくご存知だと思うんですけど、丸二木工さんなんです。うん、で、椅子作ってる人と牛乳作ってる人は、ほとんど関わりが普段ないわけですよね。ところが、これ50年、100年って考えた時にどんなふうにしたいかなというビジョンが、まあ、これまさにパーパスだと思うんですけど、僕の世代では、 成し遂げられないけど、この間のところに木を植えましょうと。そうすると、まあ、外材を今輸入されてるけど、ゆくゆくあなたたちも椅子をこれで作れますねと。で僕たちはそこで牛が伸、まあ、びやかに少し涼しい環境を保ちながら作れますねと。一気にその場所と二つの全く違う産業がつながるっていう必然性が生まれてくる。 だからそういう意味ではですね、あの非常にその先ほど未完でいいとか余白でいいっていう話もあったと思うんですけれど、まあ、そういうことをデザインするときにああいうツールってものすごく大事だしパーパスっていったときにまあちょっと企業の色が出てくると思うんですけど企業もそのパブリックな人でもそれをあのファシリテートする側の意図ってそんなに変わらないっていうのがこれからのあり方なのかなと思っています。はいありがとうございます。 えっと、じゃあ清水さんにもあのちょっとご質問なんですけども、まあ、特にこう間とかこうダイバーシティというのは一つキーワードであってステークホルダーが必ずしも多いということではないかもしれないんですけどなんか一つこうサービスをこう生んでいくときにやっぱり対話な人たちがこう集うとでそうした時にコンフリクトがこう起こってしまって、うん、まあそういうことを解消するためにその間っていうのを丁寧につないでいくことが大事だっていうお話だったのかなと思うんですけれども。あの 逆にあのあのれですねこうビジネス折り紙っていうのもまさにその間をつないでいくためのツールだとか間っていうことを可視化していくのツールだと思うんですけれども丸山さんなんかすごいあの共通点があるなっていうふうに僕自身はすごいう感じたんですけどそれについてはいかがですかね丸山さんあっ <laughs> ごめんなさいそうですねはいいやでも丸山さんから逆に清水さんへはい。うん あれですね。あの、私もその間をつなぐっていう考え方に非常に共感していて、まあ、まさにや,や,やりたいと思ってる方向は一緒かなと思いながら、悩ましかったら、まあ、ちょっとこれ皮肉に聞こえるかもしれないんですけど、実はあの、まあ、グラフィックレコーディングという言い方をする前に、まあ、僕らも職場でよく版書を書くみたいな感じで言ってきていて、で、サービスを検討し始めた2006年の頃ですかね。その頃って、あの、 ちょっと絵が描けるっていうか、図解ができる人がホワイトボードにいたり、あとはシステムのブロック図とか描けちゃう人がいると、その絵を描ける人が支配的になってしまって。それで、この人を引きずり下ろさないと、あの、テーブルにこのホワイトボードを引きずり下ろさないと、僕らは民主的に、ここで黙って座っている有識者たちを潰すことになると。で、えー、ま、それがきっかけで実はこのビジネス折り紙を作ってで。で、 今日最終的にこうご説明されていた高グラフィックですか、えー、っていう考え方は非常に共感いたします。で一方でそのグラフィックって絵を描くっていうことの障壁が高すぎてでそれをいかにして絵のような絵じゃないような中間地点に落とすかっていうのが私のこのビジネス取り組みのアプローチだったんですけど、まあ、その辺何んですか逆にどう思われましたかっていう感じですね。うん、はいそうですねあのー やっぱりそのビジュアルっていうと、まあ、お絵描きって言葉に変換されることもあるんですけども、実はやはり支配的でパワーがあって、一つの言語であるというところで、まあ、すごく暴力的になり得るってことをいつも自戒を込めて考えてやっています。で、おそらくその全員がリテラシーがあって、 りとか、まあ、その話し合える場だったりするときに、まあ、そのツールが有効になることもあると思うんですけども私がその入る現場っていうのは、まあ、みんなが硬直してしまっているようなところ例えばすごく渋いところでいうとあの福島の廃炉問題だったりするところにあの、まあ、そこで 私が絵を描くことで、まあそういったことを今日はやっても大丈夫なところなんだみたいなところではすごくインパクトがあるなと思うんですけども、おっしゃる通りでもそれをずっと続けててもしょうがなくて、ある程度そういった一人がこうビジュアライズしてもいいんだよってところをシンボリックに入っていた後には、そのホワイトボードをもう自らやっぱり引きずり下ろして、私はやっぱりあのグラフィックレコーダーがいる現場っていうのは導入の プロジェクトだなと思っていて、そのやっぱりレコーダーって一人がいなくなって、もうみんなでカラオケのようにこうマイクをね、渡し合うようにペンを渡し合っていけるような場所ができるといいなとは思っておりまして、なんでやっぱりそのビジュアライズのツールって色々あると思うんですけども、本当にその使い分けだとか、どのフェーズでどんなインパクトあるビジュアルが必要で、どのフェーズでどういうデリケートで ななんだろうなこう精密さが必要なビジュアルが必要なのかっていうところもまだまだやっぱり言語化されてないところでやっぱり行政とかでポンチエって言葉がありますけどねなんかそのポンチってなんかそんな3文字で収まらないようなすごくテクニカルなことが起きてるんだよってことはなんかぜひ今日ね集ったこの4人でこれからなんか考えていきたいなって思うところでちょっと今日、リモートなんですけどめちゃめちゃ熱量高く聞いておりました。<laughs> はい そのなんか途中の説明の中であの、まあ、た多分丸山さんの例ってある程度きちんとこう構造化してファシリテートする人がいる存在のことを言ってたのかなと思うんですけどやっぱり市民さんのさっきの説明だと、まあ、どれだけいろんな消えていくものをこう拾っていくかとか整理っていう言葉で必ずしも構造化っていう言葉を使ってなかったような気がするんですけど。 そこら辺っていうのは、なんかこう結論めいて、なんていうか構造化するっていうことからむしろ、こう逃れていくみたいなことっていうのは結構気にしてるんですかそうですね。やっぱり、その話し合いのプロセスで、やっぱり拡散していくときには、なるべく、やっぱり分けると人はこう分かる理解が進むんですけども、分けすぎるとやっぱりバイアスが強まっていくところもあると思うので、やっぱりその構造化する、 硬さみたいなものは、やっぱりそのプロジェクトのフェーズに合わせて、柔らかい方がいいなって思うときは柔らかいままにして、でも今日決めないともうダメだよねってときはちょっと構造が強めにしたりだとか、その辺もコントロールしてるんですが、どうしても恣意的になってしまうこともあるので、うん、そういったところをみんなで民主的に決めるっていうところはすごく、うん、ビジネス折り紙はやっぱり光があるなと感じてますね。なるほど。 その丸山さんの方でそうやってあの構造化してしまう誰かが一人がこうイニシアルティブを取ってしまうっていうことからあのえビジネス折り紙が生まれたっていう話なんですけどそれはビジネス折り紙の,そのプロセスの中でそういうことからどう回避できるんですかねなんか今お話ししてて違うこと考え始めつておかけられなくなってきたんですけどなんか私が言ったのってもしかするとその グラフィックレコーディングというか、あの、グラフィックファシリテーションに近かったのかもしれないんですけれど、うん、かなり、まあ、昔僕が見かけた、その、えー、書を書くおじさん、システムおじさんがサービスについて語ると、うんうん、その人がどんどん持ってっちゃうわけですよね。で、もう最初からさっきの顧客との関係みたいなのも自分の中に暗算があって、 まあ多分あの市川さんが横にいたら殴られちゃうような人だと思うんですけど、あの、もうビジネスエコロジーなど考えなく、その相手から搾取するぐらいの勢いでこう話をしている。で、それにどんどんみんなはめていってたんですよね。で、これはいけないと。で、もう少し民主的に、ええ、しかも、なんですかね、ファシリテーションをまあまさにしないでもカラオケ回すようにできるといいなとは確かに思いました。 ただ一方でグラフィックレコーディングのまあ一つの肝はその会話の後ろにいて背後にいてその状況をしっかりキャプチャーしていってあげるでそこは整理しないっていうグラフィックレコーディングとはちょっと今違うことを私言ってたんだなっていうのはちょっと感じました、はい、カラオケ効果は一緒ですね、はい <laughs> その最終的にね、こうデザインって、あの清水さんの整理だと、なんかこういうことをこう集約して、まあそれを逆に世の中と共有するために、あの最後に作るものがこうデザインっていうところから、まあビジネス折り紙で作られるものもある種のこうクリエーションだとすると、やっぱりどっちかっついうとこうプロセスに、 なんか重心がっていうか、まあ、最終的なアウトプットはもちろんこう大事だとは思うんですけどそこにあのなんかこうクリエーションっていうのが入ってきているのが、ね、なんか皆さんのお話を伺っててそういう気がしたんですけどそういうことに関していやもう本当にあのはいすいませんはい。 あの先ほどまさに未完でいい余白でいいってもここが多分私はあの大事なポイントかなと思っててもう圧倒的にやっぱり今までその終わりをデザインすることがデザイナーさんって求められてきたと思っているんですよ。であのたまたまさっきスウェーデンの事例をご紹介したんですけど、まあ、そこに関わっていたデザインの、まあ、ストラティジックデザイナーの方がダンヒルさんが教えてくれたのは。 あの圧倒的にこれからは始まりのデザインなんじゃないかという言い方をされていました。で、要は、あの種を植えますと。で、その種を植えた先がどの地域かによって、あるいはどういう風土かとかっていうことによって、まあその水のやり方とか、 あの、日の当たり方とかいろいろ変わってくるわけですよねで。それをこう育ってくるのを見ながら、もっとこうした方がいいんじゃないか、した方がいいんじゃないかっていう、その後工程の方が実は大事だった。まあもちろん、あの、種を植えるという行為が必要にはなってくるんですけど。やっぱりそういうふうにこう、やりとりの中でいろいろ生まれていく、その、まあ文化の中での独特なコミュニティの作り具合だとか、まあ最終的にそこで作るものが公園になるのか、あるいはそのモビリティに特化した場所になるのかとか、それはまた別なんだけれども。っていうことでは、 本当にその、は、どう始まりを作っていくかっていう意味では、あのビジネス折り紙も、あとはさっきのグラフィックレコーディングっていうのも、なんか同じ大事なポイントを、まあ、設計するっていうか、ファシリテートされているツールなのかなっていうふうに思いました。始まりのデザインって面白いですね。うんうんうん。これがですね、あの、気をつけないと、自分があたかも、こうお、降りてきたように言っちゃうんですけど、<laughs> クレジットをちゃんと作っとかないと、<laughs> はい、これ、他人からの受け売りでございます。うんうん、はい。 だから始まりのデザインっていうのはどれううだけこう自分ごととして多くの人が参加できるかっていうことにむしろ価値があるのでそこで結論をいて余白がないことを最終形を出してしまったらもうそこで止まっちゃうってことですよね。そうですね。うん、あとさっき清水さんもおっしゃってましたけど、うん、やっぱり、えっと、 整理ははするけど、うん、でも選別はしないと、うん、だからやっぱり声の小さい人のもちゃんと拾っているっていうところすごい大事だと思っていてうん、うん、<laughs> だからやっぱりあのそこに水を向けるっていう力もやっぱりデザイナーさんにすごくよるとこが大きいかなと思いますよね今の話について清水さんなんかちょっといかがでしょうか、はい、そうですね本当にやっぱりそうで,、うん、でやっぱり声の小さな人というか あの、まあ、本当に、サイレント、マジョリティの言葉もありますけども、やっぱり、なんか喋ってる人だけがやっぱり声じゃないというか、そこをやっぱり話す機会っていうのがデザイナー、まだまだ少ないなと思っていて、私やっぱりその、デッサンで入学とかすると、やっぱり目をよく使うというか、こう、やっぱり目をよく見て、 色とりどりの形だったりものをそっくりに描くに目を鍛えられるんですけどもやっぱ耳っていうのは意外とこう入学するときに鍛えられていないんですけどもやっぱ社会系の方リパブリックさんとか日立さんとかもですけどもやっぱ社会系の方と皆さんお話しするときに傾聴っ,って言葉がすごく一般的にもう当たり前のように使ってたりで本当に目を使うぐらいこう耳を使う。 ようなお仕事であるってところが、まだ私も言語化できてないんですけども、やっぱこう、目の仕事じゃなくて、こう、耳。で、その耳っていうのは別にこう、聴力検査みたいな、ピーみたいな音じゃなくて、こう、やっぱり、おはようって言ったこと、おはようって言った子のその声の違う聞き取るっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんだろうなと。で、それはやっぱり、始まりのデザインってところでもあっどういう行きさつで始まっていくかって時に、 目も大事なんですけど、耳をよく研ぎ澄ませるってところが大事になるなっていうのは感じですけど、そのあたり、こう、丸山さん、市川さん、長井さん、普段なんか耳ってこう結構意識してるよとかいう話があったら、ちょっと聞いてみたいなとは思いました。はい。感想です。丸山さん、いかがでしょうか <laughs> 耳って言われるとまた違うことを僕喋ろうと思っててじゃあちょっと一旦耳について市川さんに喋っていただいて、ね、丸山さんが喋りたかったことを耳っていうかあの対,対話なんだと思うんですよね。<laughs> でそのさっきのオランダのもそうなんですけど私はもうツールがあるんだとオランダ素晴らしいゃんみたいな感じでどんなふうにやってるんですかってこうメソッドを聞きについちゃうわけですよ。さらに ルールはまあどうでもいいんだよねっ <laughs> つって言われてあれってなると <laughs> であのまあ要はちょっと違う人の立場に最近石油プラスデザインさんもあの脱炭素のワークショップとかされて同じ経験をしたんですけど最初はみんな手元で私自動車工場だったんですけどあの市役所の人とかこういろんな声の代償お金持ってる人持ってない人とかいるんですよねで手元でいろいろやろうとして脱炭素を測っていくんですけどどうやらこれじゃ間に合わないってことが分かってくる。 話しながらあ,あなた何持ってんのって,言ってこうお金だのリソースなのいろいろ出し合うと、まあ、もうそこでこう誰がお金を持ってるからこの人が優位とかいうことではなくてもう,こう本当にフラットに話せば話すほど脱炭素が実現するみたいなことが体験したんですけどオーランダでもまさにそうでその時間こうフリーでこう隣の人と 自分がそのじゃあエネルギー会社だったらどうなのかとか市長だったらどうなのかとかこうダイアログし始めるとあのその中でこう関係性ができるだから、まあ、フラットにやっぱり話すっていうことが大事なんだと思うんですデザイナーがファシリテートがどうするかってことに限らずその場でいろんな対話が生まれてくるとある一つの意気地を超えてるのかなというふうにはどのことと関係してるか分からないですけど一応関連させようと今必死に構成してます。えっと ま、次の予告にも近づいちゃうんですけど、あの、えー、ビジネス折り紙の、まあ、使い方って、まあ、大きく二つありまして、一つが、そのユーザー調査とか、まあ、フィールドワークをしてきた、えこととかをみんなで共有するような使い方をするのと、もう一個が、新しいサービスのクリエーションをするときに、まあ、あの、やる、やり方と、まあ、二つちょっと違う作法で、 えー、お伝えするようにしてます。で、その前者の方の、えー、ユーザーのリサーチの結果っていうものをみんなで共有するみたいなセッションをすることが結構多いんですけれど、えー、それって一番最初に、あの、みんながフィールドワークしてきた結果をですね、あの、ビジネスオリオビのその人のカードでいっぱい置くんですね。で、もう可能な限りいっぱいそれは調査結果。 その空間に来ていた人たち、いる人たちっていうのを置いて、で、その人たちのその、まあ、体験ですよね。で、まあ、聞かれなかった声とか、その今まで表現されてこなかったような感情みたいなことを、そこでみんなにデブリフィングしてもらって、それを人形のカードのところには書いて、で、それをみんなにこう伝え合うと、その空間の中で、 なんとなくマーケティングとかしてると置き去りにされてたような人とか本当はいたはずの人みたいなものが結構こうつまびらかになっていくんですね。そうするともう一度そのこのコミュニティとかこのお店とかをどういう風にしていけばいいんだろうなっていうことにこう気持ちがいくようになる。で、まあちょっと耳で聞くっていうこととは違うのかもしれないんですけどやっぱりそのてうのかな視覚的な情報だけじゃなくてその場に行って聞いてきた出来事とかをそのまあ吹き出し と一緒にその人にして置いてあげることによって、なんかこう議論の土壌に乗ってくる。だから、まあ目と耳いっぺんに使ってもらうような使い方をしてます。ちょっとだけ関連したかな。はい、ありがとうございます。今の丸山さんの話ってフィールドワークからえっとビジネスのやり方に持ってくるじゃないですか。はい、ちょっと前にあのちょっと前というか始まる前に市川さんと、はい、あのが話してたのは。 ビジネス折り紙をしてから、個々のステークホルダーのこうフィードワークにこう行くというか、うん、まあ当事者にこうきちんとヒアリングするとか、なんかそういう話をしてたと思うんですけど、市川さんの場合、その逆に使うこともありますかええ、そうですね。あのー、まあ、いくつかトラップが可視化されるっていうのがビジネス折り紙だと思うんですけど、<laughs> まずはですね、あの、ステークホルダーの洗い出しっていうのが皆さん本当に苦手ですね。最初始めた時には。あの、やっぱり自分の中で、えっと、自分、同僚、部長さん、社長、みたいな、お客さん、終わり、みたいな、そんなわけなかろうというところで、そこから先を想像するってことが大事になってくる。で、そうすると、同時にわかんないっていう事実に、なんか、 やってくれそうだけどよくわからないっていう,こうぼんやりとしたステークホルダーが自分たちの半径一キロぐらいの外に出てくるとそこに対して圧倒的に解像度を上げるために、まあ、やっぱりその人たちに実際に会ったり一緒にやっていくってことが大事にはなっていくと思いますねでも、まあ、実はでもフィールドワークとかリサーチとかっていうのも聞きっぱなしになるっていうリスクがあるのでそういう意味ではグラフィック レコーディングと同じリスクってあると思うんですよね。聞いてきて終わりだったら、まあ、結局は自分たちのプロフィットの方に戻したくな,なってしまうので、本当であればもう一個その現場に何かを一緒に作るとか、まあそのビジネス折り紙で発話するのはその当事者であるとか、やっぱりそこまでなんか追求しないとそろそろ難しいなというふうには思ったりしていますね。やっぱり何かこう新しいものが生まれるまで2年とかぐらいかかったりするので、はい、なんかそういう時間と ステークホルダーとの対話っていうのは何かこう培ってこう少しずつ育てられるといいなっていうふうにはいつも思いますあのそうですね僕も何か想像しながらこうリアルな人でビジネス折り紙とかやったらどうなるのかなとか思いましたこう広いとこにこう書いたりとかして立って。<laughs> ロールプレイですね<あ>ほ<ぼ>でもすごいそれ大事だと思いますね、うん、最近あのヨーロッパの都市とかでもですねはあの昔のあった工場とかをどう使うかっていうといろいろみんな世代によって感情が違うんですねその場所に対してでもそういうのとかも全部あの周りでみんなでこう立ってもらってあの私はここの場所にポジティブな感情があるとかネガティブな感情にあるって話してるとだんだんそこは寄ってきたりとか、まあ、割と物理的な空間で一緒にやるっていうのは割と本当に効果があると思いますね。うんうんうん 市民さん、あの、なんか今の話とかについては、あの、いかがですかねなんかご意見あれば教えてください、うん。そうですね。やっぱり自分の気持ちを言っていいよって言っても、人はやっぱりなかなか言えないところで、まあなんか心理的安全性って言葉すごく最近よくありますけども、なんかいかにこう、みんなが言いやすい場を作るかっていうときに、やっぱりそのツールだけじゃやっぱり限界もある。 って時に、じゃあその話しやすい、なんだ、一声とか、その、やっぱそのツールをどういうふうにそこにインストールするかって時に、多分これもまだあんまり研究されてないとこだと思うんですけど、すごく声かけの仕方とかで、やっぱり場作りというか、なんかうまく、本当にここで言っても大丈夫なんだ、あなたのネガティブな気持ちもポジティブな気持ちも言っていいですよって言いつつ、やっぱりちょっと怖いというか、これはなんかどういう、 言葉で言うとうまくみんなが話せるかっていうのをデザインだなっていうのは思いながら、でもそれってすごく俗人生もあるところなので、なんでビジネス折り紙がいろんな現場でいろんなインストールされるときに、なんかどんな風に皆さんがうまく場につなげるかっていうのはなんかすごく見てみたいなっていうのを思いながら今聞いてました。はい。ありがとうございます。丸山さん何か。はい。 つなげるのは結構難しかったんですけどあの何だろうなそのさっきの関係者の話にちょっと近いんですけどの市川さん言われてたようなその普通何かをやろう考えなさいって言われるとみんな自分の関係者って本当にこう何ですかね当たり前のいつもの関係になってしまってでまあなかなかそこから出ることがないんですけどあのこのカードってあらかじめ何ですかね ちょっと関係ないかもしれないような種類の、えー、アクターのカード。例えば建物だったり、工場だったり、ドローンだったり、えー、みたいなものがあるんですね。で、そのカードがあるから、自分の会社に関係ないけど、自分の会社ドローンやってないけど、ドローンがあるからドローン置いちゃえみたいな感じで、まあ、半分気軽に始まっていくんですね。話。あるあるなんですけど、あの、なんですかね。 情報系の会社の人たちはあんまり物流のこととか書いたりしないんですよ。でもトラックがあると物流ってものに目が行ったりする。で、まあそういうことによって何ですかね、ちょっとこう最初ふざけて置いてみるみたいなことができたり、あの、ちょっとこの形折ってみたいから置いたみたいので、まあちょっと安心な空間、やっぱ心理的な安全性とか、これちょっとゲームだよねみたいに思いながら入れるところは少し意味があるかなと思いました。 ビジネス折り紙のこう特徴として、まあいろんなこう特徴あると思うんですけれども、まあ立体性だとか、あとまあ,あの体使うっていうことでこう身体性とか、俯瞰性とか、あの、キーワードは、あとプレイフルである、まあ遊戯性というか、まあそうやって楽しいみたいなこととか、なんかそういうことって であのまあ、グラフィックレコーディングは先ほどちょっとお話の中で余白だとかいくつかのキーワードでグラフィックレコーディングをちょっと説明していただきましたけどもあの何かやっぱりこういわゆる文字っていうものとは違うものがこうあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども清水さんから見てそうやってこうグラフィックレコーディングとビジネス折り紙っていうのは結構共通項ありますか そうですね。あの、すごくあると思います。で、やっぱり基本的には私もやると、絵を描くときは一緒やっぱそのステークホルダーが出てきた時点で、なるべくそれを人の形にして、どんどんつなげて構造化していくみたいなときに、やっぱりその人の形してるっていうのが結構大事なんだろうなとは思ってまして、やっぱりその議事録になってしまうと、 どうしても、なんだかうん、そこに思い入れがしづらいんですけども、ビジネス折りがやっぱりこう、形になって立ち上がって、こう、街がジオラマのようにできていくときに、すごく感情移入する。で、ビジネスってって、やっぱりすごく、なんですかね、効率的に進めるのが良いってとこもあるかもしれないですけど、ある程度やっぱり感情移入するっていう、なんか人間として、まず、やっぱり当たり前のところっていうのが、どうしても、 置き去りになってしまう瞬間があるのでなんかその人の形にしたり街の形に吹き出しにしたりしてやっぱりその自分の気持ちを感情移入してもいいんだっていう瞬間作るってところでかなり、うん、ビジュアルであることの意味共通点があるなと思います。はい、なんかこうゆくゆくは発展としてそのビジネス折り紙とグラフィックレコーディングを掛け合わせるみたいな,なんかそんなんもあってもいいかもしれないですよね。 なんかそれをこうプロセスもこうストーリー化していくとかな長いこう巻物みたいになんかビジネス採れーーが見つかっていくとかそれこそなんかこう吹き出しとかでセリフがあるとか逆に人の顔まで描いてあるとかなんかそうやって発展してもなんか面白いかなってお話聞いてて思いました。 どうですかねそうですね。はい、えの多分版面上に書く情報量としてはもうお腹いっぱいかなとは思うんですけれど、うん、あの、先ほど、そのファシリテーションとレコーディングっていう、えー、関係で言えば、ビジネス折り紙で、まあ多分唯一、あの、欠けてるところと言ってもいいかもしれないですけど、議論から欠けてるところは、あの、 この話をどういう経緯で盛り上がったかみたいな、その議論の時間の経過とか雰囲気っていうのは実は取り切れないんですよね。盤面ではどちらかと,いうと結論に近いものが出る。で、さっきその市川さんが言われた始まりのデザインっていうところで余計僕すごいこう感動した、あの、ま、クレジットは別として、感動したんですけど、そういやそうだなと思ったのは割と自分が過去15年間のうちの多分10年以上は、 あの、いかにしてそのバリューチェーンを過不足なくっていうか、思い巡らせて、えー、いい出口戦略を作るかとか、その構成を作るのかっていうところに力を入れてたかもしれないと。そっちに使ってたかもしれないけど、この15年のビジネスの変化の中で、これからどうしていくのかっていうことの方が大事になったときに、実はそのビジネス折り紙のスタート点の結果が書いてあることと、どういう議論によって、えー、このものが存在しているのか、この盤面が存在しているのかっていうことを、 残す、まあ、そういう意味ではデュアルで、やることっていうのに、すごく意味を。まあ、市川さんと清水さんの話で、すごい思いました、うん。あと一個だけ、多分、今日まだ議論してないなと思うのが。 教育のツールでも使われてるっていうのもそうだと思うんですけど気づき以上にもう自分の意見が変わるっていうことが結構大事かなと思ってますさっきの話も立体的になってると、まあ、その人に対して感情移入したりとかその人にも感情とか意見があるんだっていうことを、まあ、忘れないで留めておけるっていうのもあると思うんですけど圧倒的にやっぱりもう当事者として例えば誰かを 異質なステークホルダーだから分からないからこそ意味嫌ってたとかっていうようなものが、あ、いや悪い人じゃないかもとか <laughs>、なんか一個こう、異質なステークホルダー同士のこう、なんか間が溶け合うみたいなことが必要で、それって圧倒的にやっぱり自分が変わってるってことだと思うんですよね。それなかったらもうちょっとツールとしてなん、なんでもダメだと思っていて、 そこはなんか最後にそのツールとかアプローチみたいなものがうまくいったかということの確認として大事なポイントかなというふうにはいつも思ってます。うん、なるほど。あとなんかあの、清水さんが結構間っていうキーワードで話してたけど僕とかもやっぱデザインって基本的にやっぱり間だと思うんですよね。なので、あの、 こう、この二、二つのその関係から三つの関係になっただけで多分デザインは変化するんですよね。うん。だからステークホルダーが増えれば増えるほど絶対そこは絶対変,変化していくっていうか、まあそういうことに気づけたりとか、その関係の中、その全体の関係性っていうのはどう見てデザインしてるかってことを考えるっていう意味でも、あの非常にビジネスソリューっていうのは有効なツールなんじゃないかなっていうふうに思いました。 ちょっとまだまだちょっと話はつけないと思いますけれども、結構時間も経ってしまったので、えっ、ー、と、ここら辺で、あの、一応議論は終わりにしたいと思うんですけれども、えー、っとですね、あの、まあ、今後の、えっ、ー、と、ビジネス折り紙に関する活動ということで、あの、まあ、関係のこのデザインの今このトークみたいなことも、あの、継続してやっていきたいなというふうに考えて、 で、あともう一つ、あの、まあ、年に一遍ぐらいかもしれないですけど、こういう、えー、まあ、研究発表の場みたいなことも設けられればっていうことを、丸山さんとお話してるんですけど、そこら辺ちょっと丸山さんからも触れていただけますかそうですね。あの、なんかこう約束できないんですけれど、やっぱりこれ、我々が使ってきたことが、このま、15年間ぐらいで変化してきましたけれど、またこれから皆さんに解放というか、 いろいろ試していただくことでまた新しい使い方が出てくるんじゃないかなってなると出てきたところでまたその学びを共有し合うとより良いものになっていくんじゃないかなとまあ、パブリックナレージとして育てるためには研究会みたいなやりたいなとは思っておりますご協力お願いしますぜひそうですね市川さんも清水さんもよろしくお願いしますであとあの実はあの特別なあの前回の トークの時にもあの告知し軽くお話したんですけどもビジネス折り紙やっぱりこう使い方で今、まあ、オンラインであのかなりあの丸山さんにですねあの そのレクチャーのえっと動画っていうのが今アップされて、それはタブっていうとこのサイトに行けば実は出てはいるんですけれども、そうは言ってもちゃんとこうリアルに体験したいっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。で、その方のために、実は来週ですね、日が少し迫ってはいるんですけれども、その体験ショップ、ワークショップっていうのをえ行います。えっと、人数がえと15名ですね。はい。なので、 あの、まだ少し余裕がありますので、あの、これを、あの、気になっている、えー、ま、会場にいらっしゃる方も含めてですね、関心ある方は、え、ぜひ、え、PTX の方に、え、この告知がありますので、そっから、あ、と思います。参加費は一応3000円なんですけど、実は、あの、これ、参加費払うとですね、で、ソーが一つついてくるっていう <laughs>、むちゃくちゃ、まあ、こも赤字覚悟でやってるような感じいい、ね。<laughs> なので、ぜひこれを機会に、あの、そう何回もあるわけではないと思うので、ぜひ、えー、ご参加ください。ということで、えー、まあ、っという間のですね、1時間15分ぐらい経ってしまったので、ここら辺に終わりにしたいと思うんですけれども、あの、まあ、会場とか、あの、逆に、えー、オンラインで聞いていらっしゃる方で質問とかあれば、あの、ここで、あの、少しお受けできればな、というふうに思っています。 はい、オンラインの皆さんもありがとうございました。えー、ともし感想質問ありましたら今のうちに書き込んでおいてください。そうしましたら先に会場の方に、えー、質疑応答の、えー、ありましたらマイクを回したいなと思います。いいかかかがですか何でででですすすもも感想でも大丈夫よよねろしいですか 長井先生からはい、ご指名いただいたんで、あの、TCL のご規制でして、実際に講義でえビジネス折り紙活用させていただきました。えー、そうですね。感想になってしまうんですけれども、あの、市川さんがおっしゃっていたフラットな関係性というところもすごく共感させていただいて、 以前海外の方々とスタートアップに参加させてもらった時に自分の意見が全く言えずに終わってしまったことがありましたその時にビジネス折り紙があれば、まあ、ちょっと書いてこう差し出してちょっとは作ってもらえたのかなっていうふうに思ったのとあと以前新規事業をやっていた時にですねどうしても会社からビジネスモデルを結構強く言われるんですけれども あのビジネスモデルだとやはり想像できる範囲でしか出ないので、まあ、こういったビジネス折り紙を使うことによって想像の先の想像をする手助けをしてもらえるんじゃないかなというのを実際に使って思いました。で私の中で実際にやってみてすごい楽しかった思い出が思い出というか感, <laughs> 感覚がありましてこの感覚何に似てるのかなと思った時にちょっと人生ゲーム の車に子供を乗せるときの感覚に、はい、すごく似ているなと思ってあの、桃鉄ではなくて人生ゲームの、えー、体験にすごく似ていて、えー、経験としてすごく残ってますあの。すごい楽しかったです。ありがとうございました。 今の感想を伺っていかがですか。大丈夫ですか。コメントがありましたらぜひ。あ,のまあ、申し訳ないです。対して英語もできないのに、あの, <laughs> あのヨーロッパの駐在だった二年間、これにだいぶ助けられてですね。で。 イギリスのその本当離島で、あの離島のエネルギーがスマート化っていうかその要はガソリンが高いわけですよ島なんで離島なんで。で、それをしないで中で地域循環させるためにはどうしようっていうのを議論するときにまあ行政の人もいれば市民の人もいればその産業の人もいればもうぐちゃぐちゃなわけですよ。で、みんな報告会とかだけで一方通行でやってきていた人たちがまあ会話すると。 で、そういう場を作るときに、僕、それファシリテーションしろって言っても、もう不可能なわけですよ。もう、英語があの、クイーンズ・イングリッシュ喋れないと多分もう、口も聞いてくれないですからね。まあ、あと、若干ウェールズ地方だったっていうのもあり、まあ、いろいろ、こう、鉛もわからなかったりして。で、そういうときに役立ちましたね。で、よかったのは、しかも僕が、あの、喋れないのを助けてくれたの、プラス、ファシリテーションも現地の、あの、コンサルタントに任せたんですよ。現地人。そうすると、 指導的ななことは言えないわけですよねだからみんなでこうカラオケ状態がまた続づってですねですごいフラットになったんですよ今まで行政の人は結構上の高さにいてでエネルギー庁の人はさらに上にいてみたいのがこう完全に横並びになってみんながカラオケ回すようになったんであ僕は横で見てるだけで済んだっていうので、まあ、ちょっと近しいところかなと思ったんではい以上です、はい、ありがとうございます。 それでは次にいらっしゃいますか。あ、ありがとうございます。後ろから本日はありがとうございました。私今、えっと、サインデザインっていうなんか看板とか標識とか作ってるデザインやってるんですけど、やっぱりさっきこうその 運用事業者自体も結構こう何社とかこう協議をしないといけなかったりしてなんかそういう時にやっぱ議事録をそれこそ残したりあとその関係者同士で議論をするけれどやっぱり彼らの立場でお話しされてただやっぱ自分たちにやっぱ責任を持ちたくないから結局その結論っていうのをこう出さないままにやっぱ話がこうふわっとしたまま。 結論は結局何か何なんだろうみたいなところとか結構落ち入りがちで結局その2年とかプロジェクトやっていてもチームビルドっていう考えでいくとあんまりなんかこう自分たちのプロジェクトとして関わってるっていうような愛着っていうのがすごい取りづらいなっていうのが結構実感としてあってなんかそういうところのこう打開策 ま一環として、なんか今、折り紙の使い方っていうのが一つあると、なんかちょっと柔らかいアプローチで。なんか入り込めたりしたのかなっていうの、をちょっと今、ぼんやりと考えてましたという感想です。マルチステークホルダーの扱いについては、<laughs> 市川さんの方がいいんじゃないかと思うんですけど。いや、今すごい、あの、話してて、今、皆さん出てきてる事例が。 やっぱり特定の場所とその場所にいるステークホルダーをやっぱり皆さん分かってるから苦しいって思うんだと思うんですよね。やっぱりビジネス折り紙も一回だからあのやったらやっぱり現場に入ってそれを使うってことがやっぱ必然になるなっていうふうに思っていてあの使うことがいいっていうのもあるし使う、そこの場で使ってみないと本当の効果って発揮できないかなっていうのを一つ思いましたっていう話と あとはその、いやそうですよね。なんか多分ね、これ多分もう一個別のレイヤーの話が一個あると思っていて、そのサインがあることに対して多分みんなそれぞれ感そ、そこだけを話しちゃうといくら経ってもすり合わさないって話ですよね。だから結構その、そうじゃなくて、お互いに何したいかってことをやっぱり理解できるとか、うん、本当はどんな街にしたいんだっけってもう一個レイヤーを上げて話すとか、そっちの方を遠回りに見えるけどそういう作業が、 多分折り紙の前後に必要になってくるんだろうなっていうのは今もう一回、なんか結構何をテーマとしてあの議論していくかとかすごい大事ですよね。いつもなんかそんな感じがします。ちょっと遠回りなんだけど、その人が何したいかってことを一生懸命あの言葉にしてもらったりとかっていう方がむしろ近道だったりするなというのはちょっと今のあの経験上思いました。はい。ありがとうございます。 はいありがとうございました。それでは、そうですね、質問もしございませんでしたら、最後に一言ずつ、あの清水先生、市川さんのような順番でいただけたりするといいですかね。清水先生、最後に一言いただけますか。はいい今日はありがとうございましたなんかこう カメラの視点を切り替えるように、なんかこう、考えの視点を切り替えていくってことが、なんかこのビジネス折り紙使うとやりやすくなるんじゃないかなっていうのは、なんかお話聞きながら最後思ったところで、で、その視点の切り替えっていうところを、なんかうまくデザインしていく、やっぱり広い話したい時に狭いことやっててもダメだし、狭くもディテール見なきゃいけない時に大きな話だけだとダメだしで、で、そういった視点がやっぱり、 あの、あるファシリテーターだけじゃなくて、現場みんなが持ってるようになると、やっぱりすごくお互いに想像力持てるデザインが、うん、作れるようになるんじゃないかなっていうのを感じて、うん、その一つのきっかけになるツールだと思ったので、私もちょっとどこかでトライしてみたいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。 では続いいて市川さんありがとうございましたもうたくさん話したからなんですけど <laughs>、えっと、今日の話清水さんの話で私、逆に気が付いたのはあのグラフィックレコーディングって結構こう流れていってしまう,こう会話とかっていうものをある種、全部とどめてフラットに置くってことに結構価値があるんだなと思っていてもしかしたらビジネス折り紙の周りで起きている対話とかも記録しちゃうとすごいパワフルなのかなっていうふうに私も思いました。はいなんか色々と探索を ご一緒できるといいなと思ってお話を聞いていた次第です。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、私は清水先生のそのやっぱりレコーディングっていうものがそのまあ整理しないで取っていくことの必要性って改めてあの今日あの理解できた気がしますし、あの一川さんが言ってくださったあの始まりのデザインの方にどちらかというとこれからシフトしていく。 でそうなるとよりさっきのレコーディングってやっぱ大事になるなとか、まあ、今日うお二人からいただいた視点があこれからの発展の方向性かなってちょっと気づかされましたありがとうございましたはいありがとうございましたすごくたくさんのいい,いい言葉が出てきて盛りだくさんの時間でありましたそれでは、えー「関係を生み出すデザイン第2回トークイベントビジネス折り紙の可能性」を終了したいと思います 市川さん、清水先生、丸山さん、永井先生、本日はお忙しい中ご参加いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。したえー、YouTube でご視聴の皆様も、会場の皆様もありがとうございました。本日の動画は編集後にアーカイブで公開する予定です。それでは終了となります。ありがとうございました。